どうも、底辺 YouTuber のつえです。どうも、こんにちは。はじめまして。そして、今もマイクで自分のメインチャンネル、未来とか、ハビとか、まあ、ツイとかの動画を上げてるんですけど、この度ですね、こちらのチャンネルで出力録画の DIY やってみようかなと思って、で、出力録画をですね、オーダーメインチャンネルの方では10月にちょっと解禁しようかなと思ってたんですけど、今のうちに先のお知らせしとこうかなと思って、で、それが契約書になっております。オーダーしたのは2016年1月22日何期分のオーダーかちょっとわからないんですけど、納期の予定は2016年9月の下旬から10月の頭ぐらいというお知らせがありました。ちょっとごめん、ちょっとチラチラとこうモザイクかかりますけど、この契約書です。もうお金は払いました。まあディーラーさんなので、まあそんな潰れたりとか裏切ったりそんなことはしないと思うので、まあ信用して、もうすでに一括で払いました。オーダーしたのはアルファのクロックトップマニュアルのセンターディスプレイとシティブレーキアクティブシステムになっていた226万6400円です。これにですね、無限のフロントスポイラーとサイドスポイラー、アクティブストスポイラーですね、モデュールの、それと、まあ、マットとボックスドールっていう下回り、まあ、マフラーもつけてもらうっていう条件で、契約しました。これなんですね、まあいろいろとやりたい構想があるので、 S660 の DIY する動画をちょっとアップしたいと思います。現在チャンネル登録者が1です。1。ここからどれだけ這い上がれるか、どこまでいけるか、そこそこやってますんで、よかったらチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、それを1月の22日オーダーしてましたというのお話でした。で、今日はもう2016年の6月の18日です。誰にも喋ってません。職場でも知ってる人は一人しかいません。まあ、家族は当然知ってますけど、今後このチャンネル、こうご期待お願いします。お願いします。お願いします。では、チームラマルの常でした。それでは皆さん、またよろしく。さよなら。